皆さんこんばんは。音のレストランのメロディーシェフただの直美です。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日からまた新月満月お月様瞑想ライブを始めさせていただきますけども、皆様と1年を通してこうチャクラを整えるということを分かち合えたらなって思っております。インスタント食品のようにチーンって言ってこう出来上がるということもなく、魔法で「えい!」とかっていうノリもないと思っておりまして、私は地味に地道になんかやってきたんですけども、こう人生に深みが出るように、ワインのようにねなれたらいいですね。はい。今日はヤギ座の新月になるんですけども、そうですね、皆さんがこう築き上げてきたものとか、そういうそういうものをこう宇宙にオーダーというか、私こういうことしてきたんだよって言ってこう宇宙にこう投げかけるみたいな感じで左回りで演奏していきます。そしてヤギ座の反対側の星座は蟹座になるんですけども、宇宙はこう愛に満ち溢れてますよっていうことをこうなんかこう右回りで下ろしてまいりたいと思います。はい、また第1第2チャクラになりますね。舌を上顎につけて唾をたくさん飲んで落としてみてください。はい、あとはリラックスして。どうぞ音に包まれてみてください。では照明を落としますのでごゆっくりお過ごしください。